カイロネイアは古代ギリシャのボイオテアにあった都市国家。超音を省き、カイロネイアとも表記される。定培の北方に位置し、カイロネイアの戦いの舞台となったことで知られる。現代ギリシャ語では、ヘロニアと呼ばれ、ギリシャ共和国中央ギリシャ地方、リバディア市に属する集落及び一地区である。ヘロニアの集落はリバディア市の北部に位置し、リバディアの中心市街からは丘陵を隔て,て、 北北西へ約7トルの距離にある。また、デルフィからは東へ約3 1トルティーバからは北西へ約4 6トルダミアから南東へ約5 8トルの距離に位置する。古代、ボイオーティアを貫くキフィソス川に沿った谷にある町で、ある。キフィソス川沿いの谷は、ティーバから北方のテッサリア方面に向かう交通路にあたる。現代でも、 自動車道や鉄道がヘロニアを通過している。カイロネイアのライオンこの地での人々の営みは、戦死時代に遡り、現在マクラバラミヌーと呼ばれる場所に遺跡がある。紀元前600年頃には、カイロネイアは、ボイオーティア同盟の一角を占めたオルコメノスに、属していた。紀元前5世紀の終わりには、ボイオーティアを構成する11の都市の一つとして、カイロネイアが記録されている。 紀元前338年には、ピリッポス2世へ率いるマケドニア軍と、アテナイテバイ連合軍によるカイロネイアの戦いの舞台となった。この戦いでは、ピリッポス2世の子であるアレクサンドロスがウイジンを飾るとともに、テーバイの精鋭である新生体が壊滅し、マケドニアによるギリシャの覇権を決定づけた。カイロネイアは、マケドニア軍によって占領された、ポンス王ミトリダテス世と、 共和制ローマが戦った第一次、ミトリダテス戦争中の紀元前68年、カイロネイアは、ポントスの将軍、アルケラオスに占領される。カイロネイア近郊でアルケラオス率いるポントス軍は、ルキウス・コルネリウスら率いるローマ軍と戦い、アルケラオスは敗北した。カイロネイアは、大悲列伝で知られる帝政ローマ時代の著述家、プルタルコスの出身地でもある。カイロネイアの名門に生まれ、 生涯の多くを故郷で送ったプルタルコスは著作の中で何度かカイロネイヤについて記している。1818 18年にはカイロネイヤのライオンと呼ばれる彫刻の断片がイギリス人の旅行者によって発見されている。定売新生体の埋葬記念碑として作られていた高さ約6メートルの像は後に組み立てて直され発見地に据えられている。 1879年から80年にかけて、ピース・タマ・ターキスによって、定売人の大きな墓地が発掘されている。その23年後には、ジー・セテリアデスによって、マクラ・バラメイヌーが発掘された。リバディア市、ビオティア県における旧ヘロニア市ヘロニア地区は、リバディア市を構成する行政区である。カリクラティス改革に伴う、自治体等配合までは、ビオティア県に属する自治体。 ヘロニア市であった。ヘロニア地区は、以下のキノティタ及び、都市、集落から構成される、表中の、デルタ。デルタ、はデルタイタミュータウイオタカッパ。デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファの略であり、カポニストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である、内は人口を示す。ヘロニア地区を、以下の交通網が通過している。 自動車道路域内にアテネとテサロニキを結ぶ幹線のヘロニア駅があるほか、ダブリア駅も近い、ナショナルロードナンバー3、4、GREEKMOTOORWAY.net。2012年2月10日閲覧、ありがとうございます。